では藤井聡太さんの終盤力について議論した将棋ファンの声を紹介します。ではいくよ。終盤力。広瀬さんは最近なんか鋭さがない感じだね。広瀬本人が終盤型の触れ込みを返上する言ってるからな。完全に終盤の自信なくしてる。今や鍋と吉間永瀬が全員終盤力がないと言われる時代だから。永瀬はある方だろ。鍋はもともと終盤型じゃない上、近年は逆転勝ちがほとんどないってデータで出ちゃってるしね。藤井が一人突出しすぎてるせいで他の棋士が軒並み終盤力弱く見えるって話でしょ。直接の原因は評価値の可視化でしょうね。実際のところ若い頃の羽生や全盛期の谷川の名局を AI 検討すると終盤の握手合戦とか当たり前だからな。藤井の終盤の精度の高さは異常というほかない。記憶が可視化されたのが評価値。昔、大山と増田が関東戦である局面の最善手について言い争いになったという逸話があるが、その局面を AI 検討すると両者の主張した手がともに疑問手だったという話もある。昔の棋士を神格化してはダメだという、一つの面白いエピソードだな。その時代での突出度というのはいつまでも変わらないけど、競技レベルは日々進化してるからね。今のハブでさえ全盛期ハブより棋力自体は高いらしいしな。今のハブが全盛期のハブよりも棋力が高いとまでは思えんが、 AI による棋譜解析で精度を調べると七冠時代のハブと数年前の永瀬が同等くらいという研究データならあった。ちなみに研究や定石と関係ない中終盤の精度の話ね。終盤は研究関係あるだろ。完全一致じゃなくても似た形の評価を知ることで判断しやすくなる。そもそも角換わりなんて終盤まで研究パターンも珍しくないし、永瀬は近年は角換わり多いんだからそりゃ高くなるだろ。それを言ったら、昔より今の将棋の方が複雑かつ玉が薄いことが多いからミスが出やすいわけで、鍋をはじめトップ棋士が近代将棋は終盤の難度がかなり上がってると言ってることを無視するなよな。その手のデータって大体序盤を30手にして、それを除いて中終盤ってやるんだろうし、角換わりだけもう少しまで序盤扱いとかしてるのもあるが。永瀬あたりだと今は研究範囲が60、90とか普通だからな。相掛かりですら50手以上とかあるし、平成以前との一致率比較はかなり難しくなってる。終盤でミスって即詰みしても一致率の観点だと言ってなわけで。例えばこの前の王座戦の永瀬なんか終盤の握手は言ってたけど負け。勝ち切るのは大変だけど少しずつ間違えていく展開はあまりなくて0か100みたいになってるから比較はむずいよ。それも AI の手は数字って先まで最善手を指せた場合の評価だから、人間が指す場合は評価が少しくらい下がっても戦いやすい形の方がいい場合もある。あとは終盤に時間がなくなるっていう問題もあるから終盤にミスが出やすい。そもそも羽生自身が七冠時代と今の自分と比較してどちらが強いかわからないみたいなことを答えてるんだから、棋士の実感として現代の将棋がそれだけレベルが高くなってるということだろう。そりゃそうだろ、序盤の知識が違いすぎるんだから。手が広くて迷う方が一致率は下がりやすいって話だよ。0点の手でも80点の手でも下がるわけで、昔は80点70点指しても負けないわけだから、たややんがやってるような一手損失率とかを見ないといけない。一致率だけ見ても正しいデータとは言えないってのは鍋とたややんの動画見るといいよ。大きく形勢を損ねる一手損失率とか、相手にどれだけ大きなミスをさせるかとか、いろんな観点で出してるから。藤井はどれもハイレベルでぶっちぎりなのは明らかだね。藤井は毎回伝説的妙手を出してるもんな。この前の竜王戦の17桂馬とかなんだよあれ。 AI かよ。あの手を見える棋士がどれだけいるんだろうな。あの17桂は花がある手だけど、すでに局面が煮詰まってたから見えれば指しやすいし読みも複雑ではない。羽生の有名な5に銀に近い種類の妙手だね。ただ、
先日の王座戦第5局で逆転の布石になった9、6強までの組み立ては本当に痺れたわ。あれは行き当たりばったりではなく、しばらく前から9、6強を狙って誘導してただろうしね。でも17系にはこんなテスラ AI と一致するのか、すげえなってのはあるけど感動はなかったけどな。やっぱり感動は刺されてみて人間が納得できるものじゃないと生まれない。王座戦の9、6強みたいな AI なんて無意味な領域でこそだと思うわ。いつあの罠を思いついたの？6に馬寄りで9、6から角の利きが外れたときちゃうか。7、9の次で9、8玉を刺させてソフトのベスト9、6強で罠を張る。あの一連の流れを9、6強、9、7歩の2手だけで語られるのは残念だな。そこに至るまでの永瀬の素晴らしい差し回しと絶えず爆雷を設置し続ける藤井の想像力が本当に面白いのに。藤井がどこからあの場面の構想を練ってたかは分からんけど、9筋に歩を打たせられれば詰まないってのはずっと意識してただろう。六万十じゃなくてよく終盤に出してくるクイズだな。超絶三つ星級の毒まんじゅうだろう。永瀬は何も分からず9六強に手拍子で9七歩だから。強者、強者、これはなんだ、なんですか、これは。まあ9七歩か、9七歩アウト。なんで、これは危ないですね。これ9七歩以外打ったことないんですけど、わら。97系の方が安全だということが世の中にあるんですか。これ、97歩、なんでだ、あ、詰めろじゃなくなっちゃうんだ。後手が、あ、そういうことですか、単純に、永瀬九段、97歩打ち、打ちますよね。詰めろじゃなくなっちゃうん、ですね。なるほど、あ、単純だ。詰むのかと思ったら、確かに。全然ダメですね。詰まなくなって詰めろ消えちゃってますね。待機直前に歩を使って後手よく詰ませる解説してるのに、受けるところでは完全に忘れて歩でダメなことあるになっちゃってたからな。まさに人間の駆け引き。解説が将棋のドラマを際立たせる恒例ですね。いい時代になったな。これが現役 A 級棋士とプロ初年度でタイトル挑戦した棋士の会話だと思うと感慨深いですね。人間の意識が一つのことに集中してしまうと、もう一つの重要な案件を忘れてしまいがちになる心理を用いた藤井教授による集中心理学の実験結果です。今回はここまでだよ。よかったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。ではまたねー。